国民の心に蓄積していく不満は、とどまることを知りません。インドネシア政府の今回の施策は、大失敗と言わざるを得ないでしょう。最近インドネシアで開業した高速鉄道が、受注当初よりトラブル続きなのは、ご存知の方も多いかと思います。土壇場で日本から中国に乗り換えたものの、工期も費用もかさ増しされて、インドネシアも中国はもうこりごり状態。自ら裏切ったはずの日本に対し、支援を要求してくるくらいですから、今度こそ日本と手を取り合っていくのかと思われていましたが、なんとインドネシア政府は、鉄道車両中古輸入禁止という形で、再び日本を裏切ってきたのです。しかもその裏には、またあの中国が関わっているなんて噂もあるそうですよ。一度ひどい目に遭わされているのにもかかわらず、未だに中国と共謀して日本を裏切るのは一体なぜなのか。ぜひ最後まで見て、真相を確かめてみてくださいね。1. 驚きの行動。インドネシア、中古鉄道車両輸入を禁止？インドネシアは2023年6月、鉄道車両の中古輸入禁止の発表をしました。一見ただの遠く離れた国の輸入制度の変更ですが、実はこれ、日本にとっても大きな打撃があるんです。なぜなら、現在インドネシアの鉄道で使われている多くの車両が日本の中古車両であるため、日本の鉄道車両は故障が少なく安全であると海外で評判です。たとえ中古であっても技術力が足りなかったり、ずさんな設計で故障の多い国の車両を使用するより、ずっと質がいいとまで言われています。そのため、インフラ整備においてまだ発展途上で、経済的予算もあまり多くないインドネシアにとって、日本の中古車両はとても重要な存在だったのです。もちろん日本にとってもこれがいいビジネスでした。鉄道車両ほど大きなものであれば、廃棄するのにもお金と時間がかかってしまうもの。それを海外で有効活用してもらえるのですから、ビジネスとしてウィンウィンの関係にあったと言えるでしょう。しかし、それにもかかわらず、インドネシアが突如、中古車両の輸入禁止を決定してしまったので、日本としては少なからず打撃を受けることになります。日本では使わない中古車両をインドネシアに譲るため、保管するのにもコストはかかりますから、それが突然なくなってしまったのですから、それにかかった費用も時間も無駄になってしまいますよね。2. 鉄道をめぐるインドネシア国内の現状。それではなぜインドネシアは再び日本を裏切るような大胆な行動に出たのでしょうか。話は約10年前の2014年にまで遡ります。2014年、インドネシアではとても大きな出来事がありました。それは現在も任期の最中であるジョコ・ウィドド氏の大統領就任です。そしてその年よりインドネシアはそれまでになかった新たな施策を始めることになります。自動車をはじめとする鉄鋼製品の外国製品輸入規制です。これは自国の生産力を高めることや、国内で生まれた製品を無駄にしないこと、そしてそもそもの技術力の向上などが目的だとされています。ただ、今回問題となった鉄道車両については、鉄鋼製品と無関係とは言えないものの、施策の対象外となっていました。なぜなら、インドネシアでは鉄道の混雑が非常に問題となっていたからです。インドネシアでは2000年代以降の鉄道の需要が非常に高く、国民にとってなくてはならない足の一つになっています。そして、その需要は現在も上がり続けていると言われていますが、その一方で深刻な車両不足も進んでいます。インドネシアでは、鉄道運行当初から日本の中古車両を導入しており、現在使用されている車両も多くが2010年頃に日本から輸入したものなんだそう。しかし、いくら日本の鉄道の質がいいとはいえ、インドネシアに渡った時点ですでに中古。日本ではきちんと検査を行った上で
30年から40年ほど車両を使うのが一般的です。どんなに短くても、法定耐用年数とされている13年は使用された後、中古車両扱いになっていると考えられます。そのため、インドネシアに来た時点で、最低15年ほどは経っていることになりますので、そう長い間は使えません。2010年から現在まで使用されているのであれば、その時点からすでに13年経っているので、そろそろ寿命が来ていても、全くおかしくないと言えるでしょう。現に日本から輸入した中古車両は、少しずつ寿命を迎えており、鉄道の需要が増え続けているのに対し、車両数は減少という事態に陥っているそうです。3. インドネシアの今後と絶望的な問題点。このように、インドネシア国内では、日本の中古鉄道車両をさらに輸入する必要がある状況ですが、6月にインドネシアが発表したのは、中古鉄道車両の輸入禁止。日本の中古車両を使わないとすれば、今後インドネシアはどうやって鉄道車両を増やしていくつもりなのでしょうか。その答えはズバリ、自国で生産するということです。インドネシアには国産鉄道メーカー、インダストリクレタアピという会社があります。自国生産するために、スイスの鉄道企業、シュタドラーと業務提携をし、SII という会社を立ち上げました。これで日本の中古車両に頼らずとも、自国に適した鉄道車両を自国で作ろう。そしてあわよくば、海外輸出もできるよう、技術力も上げていこう。と、そういう企みを持っていたのかもしれません。しかし実は、この SII で作る鉄道車両を、インドネシアで運用していくことは、難しいと言われているんです。これがどういうことかというと、インドネシアではもう20年以上もの間、主に日本の中古車両を鉄道に使用してきました。つまり、インドネシア国内の鉄道システムは、日本製品に適したシステムになっているということ。今使用しているものに合った環境を整えるのは、ごく自然なことですよね。インドネシア政府はどうやら、今まで使用してきた日本製と、新たに業務提携をするスイス製の間に大きな違いがあることを認識できていなかったようなのです。具体的に言うと、これまで日本から主に輸入してきた205系と呼ばれる鉄道車両は、車両を4から12両の中で自由に編成できる形になっています。利用者が多い路線では車両を増やしたり、一方で少ない場所では減らしたりと、状況に応じて自由自在に変えられるのが魅力です。しかし一方で、スイスの技術を取り入れた SII 車両は、欧米式の鉄道車両が採用されました。そのため車両は12両の固定編成で、日本の鉄道車両のように自由に車両数を変えることはできません。利用者が多かろうが少なかろうが関係なく、常に同じ車両数で運行するということなので、少ない区間では無駄に車両を走らせることになり、コストパフォーマンスはいいとは言えなさそうですね。これも長い目で見ればリスクになると考えられますが、実はこの編成の差によるもっと深刻な問題があるんです。それは SII 製の車両だと既存の車両基地に入らないということ。インドネシアに既存の車両基地は東南アジアでも最大規模と言われており、決して小さくはありません。しかしそれでも一度に収納できる車両の数は8つまで。12両固定編成の SII 車両では確実に入れることができないですよね。つまり SII 車両を今後本当にメインで使用していくのならば、それに適した形の車両基地を新たに作るか増設する必要があります。しかしこれから生産する車両の分だけ基地も新たに作るとなれば、相当な予算がかかってくるでしょう。それならば今まで通り日本の中古車両を輸入すれば、新たな車両基地を作る必要はありませんし、そもそも新車を生産するよりずっとコストも抑えられるので、インドネシアのお財布事情にも非常に優しいと思いますが、インドネシア政府はどうしても日本から中古車両を輸入したくなかったようですね。4. インドネシアの決断を後押ししたある理由とは。では、ここからは、
インドネシアが日本の中古車両輸入を禁止したい、ある理由についてお話ししていきましょう。インドネシアが日本の中古鉄道車両の輸入をやめる理由は、一つではないと考えられます。先ほども少し触れましたが、自国の生産性を上げたり、供給を無駄にしないこと、技術力を上げること、いろいろな理由があるでしょう。しかし実はもう一つ、重大な理由があると言われているんです。それは、中国から圧力をかけられたというもの。インドネシア、中国、そして日本。その三国間の鉄道に関する問題といえば、最近開業したインドネシア高速鉄道を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。日本が受注直前まで話を進めていたものを直前になって裏切られ、中国が受注したというこの鉄道計画。実はこれが今回の鉄道車両輸入禁止騒動に関係しているのではないかと言われています。高速鉄道計画において、結論だけを言えば、インドネシアは中国に騙された形になったと言っても過言ではないでしょう。中国は受注前、インドネシア側に財政負担はかけない。日本より早く完成すると言ったものの、それらはすべて叶っていません。開業が予定より大幅に遅れた上、その分発生した費用はインドネシアが負担していますから、当初とは全然話が違いますよね。そのためインドネシアは一度裏切ったはずの日本に対し支援を要求してきたこともあります。しかし日本も都合のいい時だけ利用されるわけにはいきませんから、この要求は丁重に断りを入れました。このことから、インドネシアはもはや中国に頼らざるを得ない状況に立たされているというわけです。さらに、大幅に遅れはしたものの、インドネシアでは中国が作った高速鉄道が開業しました。高速鉄道という大きなインフラ整備に貢献してもらった以上、インドネシアは中国に借りがある状態ですし、今後の運用や延伸、メンテナンスなど諸々を考えても関係を悪化させるわけにはいきません。このような状態で中国から、日本の鉄道車両の輸入には反対だと圧力をかけられれば、中国に忖度した選択をしても不思議ではないですね。中国と日本は鉄道受注においてライバル関係にありますから、インドネシアの弱みにつけ込んで圧力をかけていることもなきにしもあらず、今まで大きな役割を果たしていたインドネシアへの中古車両輸出がなくなることは、日本にとっても打撃ですが、仕方ないと思うしかないのかもしれませんね。しかし、この状況を一番困っているのは、突然輸入禁止と言われた日本ではないかもしれません。インドネシア政府は今回の発表で、実質的に日本より中国を選んだことになります。これはインドネシアが望み、選んだことのように映りますが、国民の意見は決してそうではないんだとか、日本製中古車両の良さは、普段からそれを利用している国民が一番よく知っています。また一方で、この情報化社会、中国製鉄道のずさん性もまた、国民はよくよく知っているはずです。中国が作った高速鉄道は、不誠実な仕事ぶりで、何度も延期に延期を重ね、国民はとっくの塔に期待をしていないとも言われていました。また、工事中には鉄道工事に伴う騒音問題や、振動による周辺住宅の壁に亀裂が入るなど、深刻なクレームが集まっています。しかしこれに対しても、中国企業が満足な対応をしなかったことからも、国民からは反感を買っている状態。インドネシア政府の忖度とは裏腹に、中国ではなく、日本の鉄道を使いたいと願っている国民の数は圧倒的に多いようです。それにもかかわらず、今回日本の中古車両輸入をやめたのですから、国民の不満はさらに溜まり続けているでしょう。良かれと思っているであろう今回の施策も、大失敗と言わざるを得ません。高速鉄道計画で、インドネシアから大胆に裏切られた日本。当時は大臣まで遺憾の意を表すような事態になりましたが、今回再び、このような形で裏切られるとは、びっくりです。しかもこれらの裏切り行為はすべて、国民の望んでいるものとは正反対というのですから、
どうしようもないですね。インドネシア政府は今一度、国民の声に耳を傾けて、協力すべき相手が誰なのかを冷静に考えてみるといいかもしれません。絶対にどちらかを選ばなければならないということはありませんが、一緒に仕事をしてきた相手への敬意の気持ちをもう少し大切にし、また説得力のある理由を持って国づくりをすることができれば、国民への印象も変わるのではないでしょうか。皆さんは今回のインドネシアの鉄道車両輸入禁止問題についてどのようにお考えですか？ぜひコメント欄で聞かせてくださいね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんの意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。